今回の学びたいは不安や悩みの対処方法を学びます。ねえ博士、宮崎県命の教育習慣って何？それはじゃな、7月1日から7日の期間、県内すべての公立学校で命の大切さについて考える教育習慣のことじゃよ。この期間、県内の学校でさまざまな取り組みを行っています。そこで今回の学びはこちら、県命の教育習慣、不安や悩みの対処方法を学ぼう。それでは古田隊員。はい、古田です。椎葉中学校にやってきました。椎葉中学校でも命の大切さについて学ぶ授業が実施されます。一体どんな授業なんでしょうか。早速調査したいと思います。椎葉中学校は椎葉村内にあるただ一つの中学校。全校生徒がのびのびと勉強にスポーツに励んでいます。轟先生、はい、本日実施の命の大切さについて学ぶ授業ではどんなことが学べるのでしょうか。はい、本授業は不安や悩みがあることはごく自然なことで、それを対処するために自分に合ったセルフリラクセーションを身につける授業です。悩みを一人で抱え込まず、信頼できる人や第三者に助けを求める力を身につけさせたいと考えています。本校は今年度 SOS の出し方に関する教育推進校に指定され、これまで宮崎大学院生とのオンライン交流や命の大切さについて学ぶ集会を行ってきました。生徒がより良い生活を送れるよう継続した学習を進めていきたいと思っています。今回の命の大切さについて考える授業は全学年で一斉に行われます。椎葉中学校の命の教育、私は1年生の教室を見学したいと思います。皆さんこんにちは。ほう、みんな元気じゃの。今日は不安や悩みへの対処法ということで授業をしていきます。テストの前日とか、なんかお腹が痛くなってきたとかないですか？あります。あるんですね。そうそう、っていうふうに心と体ってつながってるなって言われてます。だからこそ不安とか悩みが心にあるとき、体を動かして心を変えるっていう対処法の学習をしていきます。はじめに自分たちの不安や悩みの対処方法を意見交換し共有します。自分の好きなことをする。いろんな対処方法を学んだ生徒たち、ここで池田先生からも2つのおすすめの方法が。どうぞ読んでください。せーの、セルフリラクセーション。まあ、これは自分でできるこうリラックスするための方法みたいなものです。筋弛緩法って言います。心と体がつながっているから体をリラックスさせてあげよう。はい、じゃあまず椅子にゆったりと腰をかけます。10秒間でぐっと力を入れて、その後の15秒間でゆっくり緩ませていきます。1、2、1、8、9。はい、ここからゆっくり15秒かけてゆっくりじわーっと。あー気持ちいい。なんかこう気持ちよかった。どんなやったの？緩めた瞬間になんかじわじわってくる感じが、なんかじわじわってくる感じがあった。体がほって楽な感じになりました。続いての方法は、はい、呼吸法っていうのをやってみましょう。これもういきなりやりましょうか。口を閉じて鼻から静かに息を吸います。次に口を小さく開いて息をそっとゆっくり長く吐き切ります。みんなリラックスしているね。はい、オッケー。これも体がリラックスする方法。2つ目の方法は、友達から相談を受けた時の関心を持つ積極的な聞き方を学びます。テストが、普通のテストが95点やった。自分の好きな作家さんの本が増えたこと、それを読み終わった時です。どうでしたか、話してみて。話し合いがおるといい。一人で考えるよりか、悩みを言われても全部こう聞くことができなかったり、どうしようもないなって思った時どうするの？大人に話して。あ、そうね、信頼ができる大人に相談をしてください。例えば学校の先生とか。
他にも相談窓口も紹介。その一つ、子どもの人権 SOS ミニレターは、人には相談しづらい悩みを手紙に書いて郵送。専門員が手紙や電話で相談に応じます。相談内容の秘密は守られます。これで安心だね。悩みがあって当然なので、会った時にはぜひ自分なりの対処法をやっていきましょう。ありがとうございました。これで授業の終了です。ありがとうございました。いじめとかがあったり、いじめられてる子がいたりしたら、相談に寄り添ったり、と相談できるところを教えてあげたりしたいなと思いました。しっかりと対処法について学ぶことができました。リラックス方法を生かして勉強と部活を頑張っていきたいと思います。リラックスの仕方をこれからの生活に生かして、より学校生活が充実できるようにしていきたいと思います。授業の後、先生たちも命の大切さについて考える具体的な指導方法などを学びました。命を大切に。皆さん、しっかりと悩みの対処方法を学んでおったの。そうですよね。セルフリラクセーションに悩みの聞き方、大切な命を守るための方法を身につけていました。これで夏休み明けも元気に登校だね。そうだね。続いては読書の魅力をご紹介、私の本のコーナーです。私の本、今回は宮崎北高校の岩本春日さんにお聞きします。私の本は、小野寺優さんが書いたラノベ古事記です。あらすじは古事記なんですけど、表現とか言葉の使い方がラノベ調というか、現代風になっている感じですね。僕自身が古事記の本を読んでみたんですけど、ちょっと難しくて入れなかったんですよね。でその時これ読んでみたら、その現代の言葉なんでスッと入ってきて、そこら辺が普通の古事記の本とは違うところですかね。出てくるのが天皇とかなんで、天武天皇とか天智天皇とか、その日本史とってまして、そういうのですごい役立ちますね。神話とかにこれで興味持ったんで、宮崎ってすごい神話にまつわる話が多いんで、神社とかパワースポット巡りをちょっとしてみたいなと思いました。僕も難しい古事記に挑戦してみるぞ。そうだね。続いてはこちら。県では高学進に富みながらも経済的理由により就学が困難な生徒に対し、育英資金を無利子でお貸ししています。現在、来年4月に高等学校などへ進学予定の中学3年生を対象とした募集を行っています。募集要項及び申請書は、県内各中学校に配布しているほか、県ホームページからもダウンロードできます。なお、申請は在学する中学校を通して行い、申請期限は各中学校で定められておりますので、必ずご確認ください。詳しくは在学する中学校、または県教育委員会育英資金室までお問い合わせください。宮崎県育英資金予約採用募集のお知らせでした。それではプレゼントコーナーです。今月は小林秀峰高校の皆さんが作った参入飲料秀峰ドリンクを5名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いて、ご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは日向の学びじゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすなみきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。